はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、ナマズの大口からやっていきたいと思います。目ん玉があるね。弓矢とか持ってないけど意味ないよね、まだ。ここは敵どうしよう、鹿としていくか。倒すとなんか出てくるとかあるかな。それがあるからね、これは。特に何もなかった。ここは一応ちょっと封鎖されたから倒していこう。ケツマン、ケツを狙う。右にも行けるけど左が空いたな。あー、ここはさすがに1,2,3,4,4マスは無理なんだよな。ここでマジフックショットかな。そうすると、いや、いきなりは手に入んないと思うけど、コンパス、ケツ、ケツ、俺はケツ。いや、俺別にケツとかそういう興味ないけど。ああそういう系か。上げてジャンプジャンプと。ここは、あ、ここはそういうシステムか。いける？いけない。調整が必要だね。はい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 。てかさ、最後のやつ乗んなくてもいけたし。今度はちょっと初だな。オレンジ骸骨、黄色骸骨はジャンピングしてくんだよね。一応全部クリスタルみたいなのは破壊しておこう。で、どうする？これ一列に並べてみる。あ、いけない。四角、真四角にするか。これでどうだ。え、あ、鍵か。ん、ここは、いや、ここは謎だな。何をすればいいのかがわからん。爆弾だ、爆弾さ。何マス先、1234マス先にあれなんだね。いや、ここは本当にわかんねえな。後で来るか。いや、せっかくこのめんどくせえところ通過してきたんだから、何かしらの収穫は得たいけど。なんもないよな。いや、やっぱり、いや、ジャンプとかも意味ないし、スコップもだって意味ないっしょ。硬い。ここない。金が出てきた。ダンジョンにも一応用意されてる金が。いや、戻るか。じゃあ小さな鍵は一つ手に入れたからね。ただ戻るだけだったら大したことないんじゃないか。全然楽勝だね。ではここに行ってみましょう。特に鍵があるわけではない。コンパスでもなんだかんだで便利だね。ここも何もないけど封鎖されたから、敵は全員倒そう。てか袋がいい。あれ、前回袋をさ、なんか意味あったっけ。あれ、え、どういうこと。もう中没早くね。一応盾するしとこう。いって、貫通してきた。爆弾必要もしかして。いや、なかった。多分あの時にちょっと攻撃しろってことなんだな。わかんねえ。これ何ところで関係ないよね。一応爆弾置いてみる。ああ、やっぱそうだ。ちょっとさっき遅かったんだな。ここ
倒したら速攻で爆弾仕掛けよう。爆弾って結構買うアイテムじゃん。やべやべ、いいや、爆風で。チキショウかなわねえ、退散するぜ。え、なるほど、何回か戦うん だ。さっきのところもきっと後で戦うんだな。あ、マスタースタルフォンやるな、やつめ。ちょっと爆弾は補充しておこう。下もいけるけど、ちょっと上から見てみる。いろんなとこに行けんな。まずは左から。ここの敵を倒す必要があるかどうか。結構強敵ぞろいだな。アメンボちょっと倒しとこう。こういう部屋はちょっと怪しいから。何にもなかった。ん？下なんかある？潜って正解。今度はゲッソーがいる。あそこクリボーのいるとこ意味あんの？一応行くか、せっかくだから。踏もう。なんもねえ。いけねえし。あ、これ絶対フックショットでしょ。まずはちょっとフックショットを手に入れないと話にならんな。ただここは潜れるということをちょっと覚えておいて。邪魔。ちょっと待って待って待って、ここどうすればいいんだ。壺が置いてあって動かしようがないね。戻るか。あ、いっていって、もうゴリ押す。ちょいちょいちょい、待って待って待って。だからこっち行って、開くけどこれ戻ってきたら、ああ開いてるまんまか。でも上も行けるからね。いっぱいいる。こういうのってさ、くそ苦戦するぜ。金、何気に強い。右もいけるっちゃいける。これ全体的にもうフックショットでやっていかなきゃダメだね。これどうするの？え、あっち行ってあいつを倒す。こいつ。オッケー。で、出てこない。多分床が3マスあるから、ここは3回目で戦うんじゃないか。ちょちょ。痛い。地図は大して見ないんだよね。ただあ、そっか、あのマスターロードみたいなやつか、パクってきたやつがもしかしたらフックショットかもしれないね。これは右に行ってみましょう。爆弾、一応ゲット。30個まで。待って、どうにもならん。ん、どうすればいい？無理か。いや無理だな。爆弾っていう世界でもないからね。爆弾置いてみる。穴が開いただけだ。ちょっと下へ戻ろう。で、ここが開いたから、ちょっとこっちへ行きます。来た、2番目。見つかっちまった、しつこい野郎だぜ。で、3番目やって、4番目でフックショットをゲットする。
何やるのなんか前回より強い気がするぞ。2つ置けないからね。で、じゃこのまま3つ目のところも行ってみよう。やるね。こいつ何発爆弾食らってんだろ。特に何かがあるわけではない。よしで4つ目のところも行けたから、とりあえずこいつをじゃあ倒す方向で進んでいこう。これ力かけだってさ大して意味ねえか。ここはもう開いたままだね。こいつ爆弾で倒すからね。結局何爆弾が見えない。直撃させる。いて、結構広い範囲が。そしてなんだかんだで、ね、割とダメージ食らってた。3回目倒して4回目のところへ行きますか。どこだったっけ、もう忘れたな。こっちから行けるっけ。あれここだったっけ。4回目潜って、であれ結局何もねえじゃんみたいな話になって戻ってきたんだよ。あのクリボーとかさ、一生あそこで過ごすのかな。一生過ごすっていう意味では、まあここら辺にいる敵も全員そうなんだけどさ。あ、違った、間違えた。やっぱり地図を見た方がいいか。地図見れば多分わかるよね。ここボスなんだ。ここ、じゃ結局階段だからさ、どこの階段がどこに繋がってるかっていうのがわからん。間違えた間違えた間違えた。バツボタンを押すとすぐ潜っちゃう。ヒットポイントはいって、全開だったけどいって。ゴリ押す、お得意のゴリ押し。何も考えてないからね、簡単に言うと。ここ1、あれどっからどう来たんだっけ、そもそも。あれこんなとこ来たっけ。まあいいや、行ってみよう。おっと、このフックはいて、お、新しいところ、結構厄介だな。おお、いた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 。あ、袋がいる。こいつはちげえし、この炎をまとってるやつもめんどくさいね。でボスのあれがあるけど、鍵も持ってるわけじゃないかな。いやもう全然わかんない、ここに来ちった。これ多分フックショットだね。フックショット引っ掛けていくんだよ。閉められちゃったよ。え、届かない、さあこれ届かないんだっけ、あっち側。何、いけない、いけた。で開かないね。ただえ、ちょっと待って、弓があるってことは、やっぱり弓っていうか矢か、矢を買ってこないとダメ。いや本当わかんない、今どこにいるんだ俺。あ、ここはあれ、あ、違うか。なんか来たことあるかなと思ったら全然来たことないってこと。ジャンプするだけじゃどうにもなんね。
また爆弾だね。これさ、これでなんとかならない？全然なんとかなるわ。宝箱、爆弾補充しておこう。ここ終わったら少し弓矢を回収しよう。ようやくくちばしか。まあ、でもあんまり有益なことを、ああでも言ってくるときあるよね。あの倒す順番とかがあるときって厄介だから、先になんとか倒してみたいなになると、そういうのは情報がないと無理だからね。今どこだ、マジで。ここ来たことあるよね。ここは来たことある。でこっちか、こっちに行って、そう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 、ここだ。トウゲ、あれはジャンプできない、もしかして。厄介だ。よし、最後は乗らない。もうオレンジってなんだ、何の特徴があるんだ。ここ4番目来たね。これで最後にしたい。くそ、後ろ、何、回転切り早かった。これでちょっと遠いか、大丈夫か。安らかに眠れ。フックショット、取るってやんなきゃダメなんだ。よし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 、これでフックショットゲットして、あ結構伸びる、すげえ伸びんな。敵の動きを止められるんだよね多分、いつもと一緒だったら。ま、これで多分いけないところはもうなくなったはず。あとは一つずつ探索で潰していく。お、パクれた。隠れるんだけど、ちょっとかわいそう。でこれいける、よし。で金、だいぶ金は貯まってきたな。って言ってもまだまだ半分だからな。ちょっと地図見ながら行く。ここここここだからやっぱこっちだな。ピヨーン、いいね。でここ一応袋がいるな、話聞いといてやるか。剣で倒せぬ骸骨剣士、崩れたところを爆破する。倒したよ、すげえ無駄。先にくちばし手に入れろってこと？どっちがどっちに繋がってんだかちょっと分かんなくなっちゃったかな。もう一回探索をし直そう、一から。あ、これも引っ掛けられるんだね。くそ、ちょっとゴリ押ししすぎた。でこの下行くか。じゃあ何回来てんだここ。ゲスを毎回倒されてかわいそうに。でこう、あそういうこと。でこれ小さな鍵か。じゃあ違った、普通にボスの鍵だった。ただまだボスエリアには行ってないからね。あれイカがいない。どこまで行ったら復活するんだ。3エリアくらい離れたら復活するのかな敵は。で
ちょっと待ってね、もう分かんなくなってきた。これ上行ったらどうするんだ。あ、いけねえ。そもそもそうか、こっちからいけねえっていう話か。くそ、毎回ここ引っかかるな。完全に警戒を解いているからな。うわ、逃げろー。あいつのが早くはない。サクサクサクっと行こう。でこっち、あれ下から引き寄せられるんじゃんこれ。金、そうだよね、これ下から引き寄せるんだよね。ちょっと左も覗いてみよう。あれ待って、本当にわかんねえ。ここの宝箱取ってあって3番だから、もうこっちは意味ないか。うわ、あれ欲しかったな。まあいいや。はい、壺強い普通に。え、どうやっていくんだこれ。ここに爆弾があるからな。来て、これこうやっていける。あ、いけるじゃん。ここかなり金があるな。でこれがあれか、鍵。よし、引き寄せて、引き寄せって意味なくね。あ、帰れるよってことか。こっち経由じゃないと帰れんか。じゃあちょっとこっち側に行きますか。あれ違う違う違う、ここも倒しただけだ。え、また迷った。ちょっと待って、どこをどう行けばいいんだ。潜ったところは行ったでしょ。ここが開いてないのか。え、どうなってる。まあいいか、ちょっと戻るか。じゃあここ右行くとどこ行くんだっけ。降りると、これ全然ダメだった。ギリギリ、あ、踏んだの今。どう、何ガードしてくんな。やるよるわ、いつも。ほんとこの炎厄介だな。で一応聞いとくか。4つのろうそくが交わるところ深く潜るべし。それってさ、あ、そっかそっかそっか、あれでボスか。え、もうボスはいける。ちょっと待ってね、これ開けとこう。ボスにいけるはいけるんじゃないの。フックショットで、あ、そうだよね、なんとかなるよね。え、ここ行くとどうなる。上、え、なんもなくね。これこっち行くとどこに行くんだっけ。あ、そっか、ガッシャーンってなるんだ。え、ガッシャーンってなってるわ。いけねえんだよこれ。いけるか、鍵足んねえ。あー、そこか。で、え、でもさ、意味ないぞ。おー、邪魔。マジで鬱陶しい。めちゃくちゃ邪魔なんだけど。弓矢があるってことは、え、これ壺破壊しないといけなくはないか。で結局こうやっても繋がりましたっていうだけだよね。妖精がいる。あれ回収しとこう。妖精プリーズ、妖精ちゃん捕まえた。かわいそうに。あ、
これ、しかもさ、こうなるの。で、一回出て下行って、で、ここが宝箱、右は、あ、ここか。え、鍵の部屋とかがわかんねえな。ここに宝箱あるけど、もうボスいけるからね。なんだこれ、重要アイテムは取り尽くしたよね。左の宝箱、ここで上の左、いや、ここがいけないわけじゃない。行ってないか、ただ行ってないだけ。え、ただ行ってねえだけだわ。ちょ、いて、ゴリオス、ゴリオス、ゴリオス。うわ、落ちた。フックショットで行けってこと。あれ、なんだ、あ、妖精使っちゃってフックショットになってなかった。まあいいや、何が何だか分かんないけど。いや、鍵は確かに手に入れた、鍵は確かに手に入れたんだけど、何なんだ、かわいそうに。しかも怒ってた。これで倒せばよかった。あのハートはいいや。あ、で、結局ここに戻ってきた。ハートを持ってっちゃったよ。いや、早い。あれって結局あそこか。こいつすぐ敵に見えるな。で、ええ、またなんか中ボスがいるけど、目が開いた時に倒せってこと。違う、ショット。よし、先に数を減らそう。いやいやいや、来た。え、やべえな、ちょっと待って、本当にやべえなこれ。斜めにフックショット打てないからな。やべ、1対1に持ち込むだ。なんとかなる。まだ倒せないか、まだ倒せないか。突進してくる。いって、復活剤を使う羽目になるなこれ。いや、いって、復活剤あるよね。わ、ある。何パワー、全パワー回復する。いいや、じゃあもうゴリ押してでも敵倒す。よし、1対1になればもうこっちのもんよ。あ、これもたたやたいか。え、待って、どういうこと。おりゃ、とりあえず切りまくるしかない。こいつ倒す意味があんの。もうボスいけたよね。これさ、もう絶対食らうんだけど、タイミング的に。もう一回か。これは体当たりだし。来た、ここへ決めよう。妖精ちゃんどうする？回収しよう。で、で、フックショットにしておこう。さっき間違えて使っちゃったかな。できました。何？ボス意味なくね？マジで。
結局ここに戻ってきただけじゃん。じゃあ大ボスを倒しに行くか。何のためにあいつ倒したんだ。妖精をただゲットしただけだけどさ、回復剤使っちゃったからね。あいつまた回復剤ぬりぬりしてくれるかな。どこにいたっけ。おめえか風の魚を起こしに来たよそもんは。こいつまともに喋ってくんな。食っちゃる。あ、下から来る。え、なに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 、体がでかいな。食っか。え、デザインだな。ちょっと厄介だね。さてどう攻めるか。あっちにいられたらちょっと関係ないあんまり。いやめんどくせえ。いや関係ないな。しかもさ、え、え、ちょっと待ってマジで分かんない。え、どういうこと。引き出して、あ、なるほど、ここか。どうせ使うか、使おう。なんかあれでも嫌だしね、なんか勝手に使ってくれなくても嫌だし。ってことは正面から来ないと無理だ。無理か。これいって、いや無理だ、強えこいつ、今までで一番強え。ここ今までで一番恥ずかしい。届かない。よし、引き寄せればあの尻尾はもうあれか。諦めよう、ちょっとこっちが諦めよう。あ、そっか、引き寄せるのが多ければ多いほどこっちに引き寄せてくるのか。端は大丈夫だよね。もうちょっと右側で勝負する。よし、さあそこからビヨーンってやるのもちょっと時間がかかる。ただあんまり遠すぎてもダメか。 あっちかよ。いやあっちか。来た。いや無理だな。これは本当に死ぬかもしれん。こい、あーマジで、なに、ちょ待って、どこだよ。おお、びっくりした。あ、ほんま、相打ちやられた。相打ちだ。リトライ。どっから、こっからか。なんもねえな。あ、でもワープ地点作っといてよかった。ここに来るよね。あ、よしよしよし、あいつ倒しといて正解だった。もうちょっと、ちょっと待って、この体力だともう倒せる自信がないんだけど。毎回ここ抜けなきゃいけないの。もう少し落ち着いてやるか。食っちゃるって言ってさ、あ、そうか、相打ちだったから食えなかったのか。来た。よし、で、ちょっともう何発いける。2ターンで終わらせたいな。あと1ターンできれば。さあ来い。おら無理だ、あと1ターン、絶対あと1ターンで終わらせたい。来た。あ、楽だ。いや、しまった、下向いてた。これで終わりだ。
ちえー、悔しい。あれなんでお人よしなやつ、むしろノーダメージだった。一発は食らったか。多いね、2段目。これはなんだ、え、これ何、マジでマリンバ。神殿に島の秘密がある。神殿って言われてもどこよ。新しいところには行ってないからな。ここの地帯と、あとここ、あ、ここにあれか、風の魚の卵があるね。タルタル山脈もなんだかんだで行ってないからな。あと3つでしょ、だって。まあいいか、ちょっと手紙を届けに行こう。手紙を届ける過程でなんかイベントが進まないか。あと薬をぬりぬりしてもらいたいんだけど、どこだったっけ。電話ボックス、断平小屋。まあいいや、ワープしよう。じいさんに聞いてみるか。顔の神殿、動物村の北。なるほど。ちょっとその前に、動物村の北ってことはさ、もうあっちと逆方向だからね。てかこっち側にワープゾーンないの。手紙の兄さんこいつだよね。なんと文通の返事を持ってきてくれたんですか、嬉しい。あ、しかもクリスチーヌちゃんのブロマイド付きだ。ピーチ姫やん。なんと美しい。ほうきくらいしかない。はい、ほうき欲しがってたやついたよね。あのブロマイドはてんてんてん。じゃあまた渡しに行くか。あれ、ここにいなかったっけ、ほうき欲しがってた人。アイテム手に入れるとすぐいなくなるからな。じいさん、何の役にも立たん。どこ行ったんだよ、またこいつら。すぐいなくなる。まあいい。クレーンゲームも特にないしね。欲しいものが貝殻だけ。貝殻はまとめて集めよう。じゃあちょっと弓矢だけパクる、パクってみる。何円ある、562円でしょ。パクった方が効率いいよ。ちょっとやってみっか。これでしょ、こっちに引き寄せて、ささささ、いや無理なんだけど。
どうだ、無理か、最短ルートで、いやどっちだ、やっぱ上向いてる時、パクれない、いや絶対パクれるよこれ、いや早い、どうやってパクんだっけな、走れないよね、とにかくここは走れない、いや金がない、あこれマジパクリって、もう泥棒と呼ばれようと何と言われようと、いやこれもダメか、下向いてちゃやっぱダメだな、せめて横向いてないとダメ、いやいけそうでいけない、さささささ、ここは、いやダメだ、上を向いた瞬間に、じゃあやつを上を向かせた瞬間に、いえ早い、くる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 して、無理だ、パクれねえわというところで、じゃあちょっと今回はここで終了して、次どうしようかな、ちょっとなんか貝殻とかハートのかけらとか集めておきたい気もするんで、それをやってから先へ進みたいので、ちょっと調べてから次回やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。